これもう一個冷や汗かいた話なんですけど、スバルさ心拍数デッドバイデイライトしたじゃん。あれ最初なんか設定うまくいかんくて、インターネットでなんか設定方法を調べたらプログラミングをするみたいなページにたどり着いて、なんかでも簡単そうだからまあやるかっつってプログラミングをしようみたいになったのね。まあ今考えるともうおかしいんだけどコマンドプロンプトっていうのを使うみたいな。でそのコマンドプロンプトって、あーなんかわかんねえけどパソコンに入ってんのかってコマンドプロンプトで検索出てきて、あこれじゃんみたいな。で、あなんか背景黒いし見たことある見たことあるみたいな、これだーと思って、でなんかカタ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 って適当に打って、でエラーエラーエラーみたいな。で、はぁ、全然できねえわ、やばい、これ明日放送なのにと思って、まあ、あ、なんかそういえばルーナが、なんかプログラミングできるっつってたな、つって、ちょっと連絡するかっつって、ルーナに、な、ルーナ暇っつって、ルーナ、ちょっと今さ、プログラミングしてんだけど、ちょっと教えてくんねえみたいな。そしたら、ルーナが、プログラミングみたいな。そしたら、でもさ、ルーナ優しいから、来てくれたんよ。それで、なんかどういうことなのらみたいな。このコマンドプロンプトっていうのをしてたんだけど、みたいな。何回やってもエラー出ちゃってさ、ギャーっつったら、ルーナが、なんか、コマンドプロンプト？それちょっと、触るの怖いのらねえって言って、え、なんで？みたいな。そしたら、コマンドプロンプトっていうのは、パソコンの本体の動きに関わってくるやつだから下手に触るとやばいよみたいな。えってなんかもうなるほどね、あーなるほど、そういうタイプのやつね。マジで聞いてよかったわ、ありがとうなルーナ、お前はまた一つスバルを救ったっつってガチ冷や汗かいたわ。みんなコマンドプロンプトを絶対に触るんじゃない、絶対にやっちゃダメだ。またルーナに救われてしまった。